クソ、いつまで続くんだ。何のことだ、任務か。全てだ。この事件を追ってもう3年だ。あったか、あの子の父親だな。あの子って、まさかローズがここにいるのか。ローズ、そうともローズじゃ。あの子、幼い少女がお母さんとベリーを摘みに出かけました。しかし森は冷たく静かで、ベリーは見当たりません。少女はベリーを探すため母の手を離れ森の中へ入ってしまいます。必死に呼び止める母親の声も届かず、少女は奥深くへと進んでいきました。しばらくして喉が渇いた少女は目の前に輝く満月に気づきました。すると月はコウモリの怪物に変わり、羽を噛みちぎり言いました。お嬢さん、この血をお飲みなさい。少女はコウモリの血をすすり微笑みました。その後墓地へ出ると風が激しく吹き荒れ、辺りの空気は凍りつき、少女は寒さに震えました。そこへ死神が現れ、たちまち美しいドレスを作り上げると少女に言いました。さあお嬢さん、これを着て温まるといい。少女はドレスを着て、そして微笑みました。さらに不気味な海を進むうちに、少女はお家が恋しくなり、同時にお腹が空いてたまらなくなりました。すると魚の王が現れ、ヒレをちぎって言いました。さあお嬢さん、これを食べ。そのヒレを食べ、少女はまたもや嬉しくなりました。やがて少女は機械仕掛けのお城にたどり着きます。そこへ美しい金の歯車をつけた鋼の馬がやってきました。またしても贈り物だと思った少女は金の歯車を奪い取ってしまいます。馬は激怒し、4匹の怪物が現れました。少女は怖くなって怯え、邪悪な風が吹き荒れると、そこへ支配者である魔女が現れたのです。欲深い娘だ、受けた恩も返さずに、魔女がそう言い放つと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。あら、寝ちゃったわ。その話不気味すぎないか。生まれて半年だぞ。本屋のおばさんが教えてくれたの。おとぎ話よ。ほら見て、ローズも気にしてない。分かってないだけだろう。まったく、この子が怖がらずに住むよう引っ越したんだぞ。私はとっくに吹っ切れてる。あなたは引きずってるようだけど。いや、もういい、悪かった。引きずってはないよ、慎重なだけさ。だったら慎重にこの子を寝かせてきて。夕飯を作るわ。よしよし、ママにも言ったんだ、あの本はまだ早いって。よし、いい子だ。大丈夫、すぐ下にいるから。絵本の怪物はパパがやっつけてやる。あの子はよく寝てるよ、赤ちゃんらしく。うん、いい匂い。これは、あ、まだダメ。チオルバデレギューム、地元の料理よ。すっかり地元民ってわけだな。地元のワインも。でもあなたがいじけたままでいるなら、これはお預けね。あなた本当に気にしすぎよ。だけどルイジアナでのことや君の妊娠、クリスに引っ越しさせられて、戦闘訓練までいろいろあったから。でも家族が一緒にいるわ、あなたと私とローズ。今はそれで十分。本気か、そんなすぐにルイジアナのことを忘れられるって。とっくの昔に終わったことよ。
なのにあなたと来たらまだ。なんだ。ミア、伏せろ。ミア。ミア、どうして？クリス、なんでお前が。悪いな、イーサン。やめろ。そんな、どうして。さっさと歩け。異常なし。どうぞ。おい、娘に何する。確保しました。どうぞ。連れて行け。おい、ローズに触るな。イーサン、やめとけ。なあミア、悪く考えるなよ。もう話し合ったろ。そうね。ここのとこその話ばっかり。何度も言ってるわよね、心配なのはローズじゃないって。じゃあ何が心配なんだミア。ローズならあの通り元気だろ。何が問題だ。私たちのことよイーサン。あなたは分かってない。分かってないね。ミア、何の話だ。何かあるなら話せよ。なあ、言ってくれ。くそ、こんな時に。どうなってる。クリスはどこにいる。ローズは。仲間誰だ。この会社は長い人は使えないようになっているはずだ。チクショ。一体何があったって言うんだ。どこなんだ。よせ、撃つな。撃つんじゃない。誰だ。誰がよこした。誰って道で事故に遭って。なんだ、どうした。待って、早く。何が起こっているんだ。おい、聞いてるか。おい。何なんだ。
死体だと。おい、嘘だろ。この村で何が起きてるんだ。おい、待て。生にも死にも栄光を与えん。なあ、あんた、ここにいると危険だ。何を。おい、聞こえてるのか。そなたか、あの子の父親だな。あの子って、まさかローズがここにいるのか。ローズ、そうともローズじゃ。あの子に危険が迫ってる。マザーミランダが村に招き入れて全ては闇に出した。何、あの化け物のことか。城の鐘が災いを告げておる。奴らが来るぞ。おい待て、ローズはマザーミランダって。我らがために鐘は鳴る。また奴らが来るのじゃ。ローズがここに。ドアを閉めて、お願い。おい、ここで何を。近づくな。お願い、傷つけないで。待て、大丈夫、何もしやしない、うん、まともな人に会えてよかった。他に生存者は。いえ、みんなルイザの家よ。でも誰も門を開けてくれないの。口を聞くな、そいつはよそ者だぞ。ここにいちゃまずい。歩けそうか。ダメ、化け物に襲われたの。ひどい出血でルイザの家に連れて行かないと。静かに。なんとかしよう。
ここに隠れて静かにしてろ。俺が門を開けるまで動くな。いいぞ、こっち。父さん、急いで。ずいぶんと遅かったな。どういたしまして。人に頼るのが苦手なの。気にしないで。ここは安全よね。違う。まあ外よりはマシだろうな。なあ、ここで一体何が起きてるんだ。私にもわからない。マザーミランダのご加護があるはずなのに。誰も出やしない。父さん、ダメだ。中に入らないと。おい、誰かいるか。よその人じゃダメ。ルイザ、ドアを開けて。エレナよ。黙れ、叫ぶな。化け物が来るだろう。ユリアン、落ち着いて。こいつは友達よ。下がれ。父さん、お願い、ユリアン、中に入れて。ダメだ、血の匂いで奴らが寄ってくる。このままじゃ父さんが死んじゃう。俺の知ったことじゃねえ。何の騒ぎ。こいつら死に損ないを家の中に入れようと。こいつらですって。彼らは友人よ。さあ、はい、こっちへ。中。村の人じゃないのね。ああ、違う、イーサンだ。ユリアン、見張りの仕事に戻りなさい。ほら、早く。いいわ、エレナの知り合いなら信じましょう。入って、イーサン。さあ、みんな待ってるわ。なんだこいつは。よそ者が殺しに来たのか。黙って、あんた。二人を助けてくれたのよ。誰も助けなんて頼んじゃいない。どうぞ、イーサン、座って。無事だったの。村でこれだけか。無事、無事だと。これのどこが無事だってんだ。動けもしねえ怪我人に。バカみてえに泣くしかできねえ女。お前もだ。血まみれの死に損ないジジイによそ者まで連れ込みやがって。この家が安全だと。安全な場所なんかねえ。外の腰抜け連中もとっくにぶっ殺されてる。明日には、明日には俺たちもみんな死ぬ。そいつのクソ天使みてえに泣くんじゃねえ、ロクサーナ。もうやめて。ここは代々私の家族を守り続けてきた家。酔っ払いであれ何であれ誰でも歓迎する。ここにいれば安全よ。言ってろ。一体何が起こってるんだ。なあ、誰か教えてくれ。わからない。ただ普段通り静かに暮らしていたら、ある日突然化け物が現れて襲ってきたの。何度も何度もやってきて。待って、ルイザー。それで旦那さんは。まさか。いいえ、彼はどこかにいる。絶対いる。村の誰かに助けを。ええ、そうよ、きっと助けを呼びに行ったの。祈りましょう、彼が私たちのため。そうね。さあ、一緒に。大いなる者よ、聞き入れたまえ。畏敬の念と共に捧げん。無限の闇より運命の定めしが我らに差し伸べられんことを。深夜の月が黒き翼で舞い上がるとき、我らは自らを犠牲とし、最後の明かりを待つのみ。正義も地位もマザーミランダに栄光を捧げ。さあ、お茶の支度を。エレナ、手伝って。
その祈り前にも聞いた、墓場にいた老婆からあのばあさんかあのババアならもう完全に行かれちまってる。でもあの人はとても献身的よ。だからきっと彼女にもご加護があるはずだわ。何してる？レオナルドどうしたの？大丈夫？やめろ！エレナ、下がってろ！やめて離して！俺たちも殺される！逃げるんだ！エレナ、ダメって言ってるの。私、父さんごめんなさい。おい、エレナ、あれはもうお父さんじゃない。仕方なかったんだ。エレナ、行っちゃダメだ。もう助からない。父さん、逃げよう。家が崩れる。いや、手遅れだったんだ。お父さんじゃなくなってた。もう放っておいて。ダメだ、ここから出よう。一緒に。手をつかめ、早く。さあ行こう。心配ない、煙を吸うなよ。わかってる、ありがとうイーサン。優しいのね。あなたの家族は無事だといいな。君にも紹介したいよ。ねえ、ぜひ。こっちだ、行ける。見ろ、あそこから出られる。よかった。だけど村は化け物だらけなのよ。あんなに数がいたら逃げられっこない。いいか、諦めるんじゃない。娘を探す前に君を無事に避難させる。ローズはきっとあの城にいる。ダメよ、あの城に行けばあなたの命はないわ。それに私一人なんて。父さん。ダメだエレナ、あれはもうお父さんじゃない。私を呼んでる。父さん、やめろ、危ない。じっとしてろ。さあ手を伸ばせ。イーサン行って娘さんを救って。諦めるな。さあこっちだ。チクショウ。どうしてみんな死んじまうんだ。エレナ、こんなのひどすぎる。みんな死んだ。んそうとも、みんなに死が訪れたのじゃ。行けば命はないか。これはこれは、まだ生き残りがいたとは。
タフなやつがいたもんだ。誰だお前。ほう、よそ者か。面白い。ミランダが見たら喜びそうだ。いい子にしてろ、もうすぐだ。お母様、新しい獲物よ。気の利く娘たちだこと。さあ見せてちょうだい。まあこれはイーサン・ウィンターズ、弟のバカらしいゲームから逃げおせたようね。それじゃあ吟味させてもらおうかしら。はい、お母さん。香味が抜けてきてる。なら早くいただきましょう、お母様。ダメ、私が捕まえたの。喧嘩はおやめなさい。マザーミランダへ伝えるのが先よ。それが済んだらたっぷり楽しませてもらうとしましょうね。吊るして。待て、やめろ。やめろ、話せ。何をするんだ。口の聞き方がなってないわね、イーサン・ウィンターズ。待て、下ろせ。おい。あいつはイカれたな。マザーミランダ、残念なご報告なのですが、ハイゼンベルクは愚かにもイーサン・ウィンターズを逃したようです。奴は今私の城に踏み入り、娘たちの手を焼かせております。もし見つけたら。 いえミランダ様、儀式の重要さは私も重々承知しております。必ずやご期待に。儀式など知ったことか。ドミトレスク家にあだなす者は決して許さない。お前のせいで全てが台無しよ。おい、なんだ。
その体すべてむさぼり食ってやるわ。己よくもウィンターズ。ついてきて、伝えることがあるの。いや、そんなバカな。ローズは普通じゃない。イーサン、なんとかしないと。何なんだこれは。みんないなくなる。ローズでさえ。そんなの耐えられない。ミアなわけない。何を言ってる。あなたとローズを心から愛してる。だから私こうするしかなくて。
行かないで、行かせないわ。まだ生きてるなんてすごいね。でも早く私を見つけない。お友達にぶち殺されちゃうからね。チェクタ、命がけで探し、待て、私を見つけてごらん。お前なんかここから出られるわけない。てめえふざけんな。かわいいお人形ちゃんに何しやがんだよ。終わったのか。ミア、俺が必ず。なんだ。よし、とにかくここから出よう。なんだここか。研究室か何かか。一体何を調べてる。おい、やめろ。おとなしくしてろ。イーサン、こんなところにいるとは驚いたな。ここで再会するとは残念だ。クリスか、お前ミアを殺して次は俺ってわけか。隊長、外で異常な揺れを観測した。すぐに移動しよう。揺れだと。震源は不明だが、このままここにいればミランダに知られる。おい待て、ミランダだと知ってるのか。黙ってろイーサン、お前には関係ない。サンプルの分析結果は、やはり得意菌とつながりが。これ以上は首を突っ込むな。おい下がってろ。やめろ、来るな。お前、出口は水中だ。逃げられない。相手してる暇はない。ダメだ、もう遅い。ミランダ様はすでに儀式の準備を進めてる。お前はその時間稼ぎか。哀れだな。なんてことを。ミランダ様と一緒になるのはこの俺なんだ。お前じゃない。何の話だ。お前なんか変だぞ。もうダメ、我慢できない。助けて。どうして。ママ、どうして。どうして。Thank you.
しかない。最後まで汚い野郎だ。吐き気がする。おう、イーサン・ウィンターズ、ようこそ。まさかドナとモローまで殺すとはな。だがアメリカじゃもっとひどい目に遭ったんだろう。お前が気に入った。ローズとミランダのことについて話がしたい。中に入ってこい。心配するな。罠なんかじゃねえ。何のつもりだ。なんだこれは。いや、つらいよな。当ててやろう。他のやつらと同じように俺を倒せばローズを救えると思ってるんだろう。娘は治ると聞いた。いいか、分かってねえよ。くそ、うるせえ。おい、静かにしてろ。悪かった。まあ座れ。いいか、お前はミランダに踊らされてる。何の話だ。これもゲームか。座れっつってんだろ。あの図体のでかいクソ女、ブサイクなサイコニー、薄脳の怪物、わからねえか。試されてんだよ。ミランダの家族になる資格があるかどうか。そんなものになるつもりはない。俺だってそうだが、このざまだ。最後に俺を殺せばめでたく入れ替えってわけか。ふざけんなよ。お前らの事情なんか俺にはどうだっていい。俺は娘を取り戻したいんだ。俺もだよ。あのガキはやべえ力を持ってる。ミランダもビビるくらいの。いい加減にしろよ。何と言わせんだ。俺と組まねえか。一緒にローズを奪い返して、あのガキの力でミランダをぶち殺してやるんだ。ローズは人殺しの道具じゃない、クソ野郎が。最後のチャンスだ。このまま地獄を見たくないだろう。やってみろよ。ご愁傷様。予定があるんだ。てめえには消えてもらう。これで終わりだ。死ね。
畜生、またか。関わるなど言ったはずだぞ。邪魔をするな。なんだ偉そうに。ミアを殺したクソ野郎めが。俺がミアを殺す？あれはミアじゃない、ミランダだ。何？奴は生体兵器だ。擬態能力でミアに化けていた。あの銃撃でも殺せず、とどめを刺しに来たんだ。ふざけるな。ならなぜすぐに言わなかった？もし知れば介入すると思ったからだ。民間人を巻き込めばややこしくなる。なぜ俺たちなんだ。どうしてこんな目に。そうだな、わかった。お前には説明しておこう。レンチを貸せ。食い金？ルイジャラと同じ。なんてこった。家族を救えると思ってたのに、俺は無力だ。ここからも出られない。いや、そうでもない。これを見ろ。数分前に部下から届いた。ミランダ。その先を。ローズ、まずい、行かないと。落ち着け、今は部下が監視してる。だが、奴は娘を。分かってないな。お前一人ではミランダには勝てない。俺は戻って爆弾を仕掛けてくる。エレベーターを使え、地上で会おう。俺たちで必ずローズを救い出すんだ。共にな。ああ、蹴りをつけよう。ミランダを見つけて奴を終わらせてやる。よし、それじゃあこれを使え。忘れるなよ、一人で突っ走るな。待ってろ、ローズ。そんなガラクタでやり合うか。いいな、ただミランダとやり合う前の肩慣らしといいか。俺の話に乗るべきだったな。あの子で娘を待ってろ。ローズの力は俺がいただく。ミランダごと潰してな。ご愁傷様。やめろ、嘘だ。こんな奴にやられるはずは。待て、俺はミランダを。ハイゼンベルクを倒した。ミランダを見つけてローズを取り戻す。一人じゃ無理だ、危険すぎる。そこで待て、いいな。兄さん。ローズ。兄さん、応答しろ。ミア。大事だろう、私たちの娘は。
俺の全てだ。私にとってもだ。ハイゼンベルクを消し、それからどうする？何か手があるのか？わからない。だがローズは助ける。愚かだな、お前は。妻に入れ替わっても気づかずに。哀れな、イーサン。お前誰だ？ローズは！やめておけ。得意金の力を持つエブリンを覚えてるか？ローズはその力を引き継いだ。いいや、あの子はエブリンさえも凌駕するだろう。あらゆるものの精神を操作できる。その肉体が欲しい。黙れ、イカリ女め！心配いらぬ。ローズは復活する。この金婚は全て記録しているのだ。ただしその時は私の娘として生まれ変わる。ローズはお前の子じゃない。どこに行った？姿を見せろ。なぜローズが誕生したのか、両親に因子があるのか。お前もまた興味深い存在だ。だがお前の力は把握できた。モルモットとして生かしておく必要もない。ミランダ、臆病者め、隠れてないで出てこい。恐れがいいさ、死は一瞬だ。金庫はお前に記録する。お前の血は後でゆっくり研究するとしよう。夜明けが訪れれば我が儀式は完成し、私は真の母親となるのだ。血が塔につながる限りな。これまで長かったが、ついに我が願いが叶う。ローズをよりしろに、ようやく我が子と再会を果たす時が来た。隊長、イーサン・ウィンターズの死亡を確認。遺体の回収は断念したが、記録だけは残した。画面を共有しろ。状況を振り返ろう。俺たちはミスをした。昨夜ミアに化けたミランダを始末したが、奴は生きていた。死体にまで期待できるとはな。俺はローズとイーサンを移送した。ミランダが感染させた可能性があったからな。だが二人を乗せた護送車が襲われ、駆けつけた時にはイーサンもローズも消えていた。イーサンとの最後の電話で俺はミランダの声を聞いた。奴が殺したんだ。報いは必ず受けさせる。クソ、いつまで続くんだ。何のことだ、任務か。全てだ。この事件を追ってもう3年だ。時間をかけすぎた。スクワッドならいつでも行けるぞ。ESAA のお出ましか。さすが早いな。任務変更は？いや、変更はなしだ。ミランダを始末し、ローズを救う。ただそれだけだ。もう失敗はできない。じゃあ一暴れするか、昔みたいにな。任務開始。了解。了解。 K9、BSAA の動向が知りたい。探ってくれ。了解、任せな。隊長。
長と暴れるのは久々だな。最後はいつだ、中東か。情報任務ばかりで腕がなまった。だがおかげでミランダの狙いを知れた。ミヤに化けてるってのは半信半疑だったが、頭に5発食らったのにまだ生きてるとは、君が悪い。おい、アルファ、見てみろ。BSAA、ここまでするとは。畜生。まるで地獄だな。どうやって目標に近づく？まずはあいつを片付けないとな。援護は任せろ。さあ、行こう。目的地に到着。でっかすぎるな。いいぞロボ、座標にぶちかませ。了解ボス。ビンゴ、やったぜ。ちょっとつもみろ。よくやった。金庫はあの下だ。地下へ侵入する。お前たちは地上で待機しろ。隊長、村の菌をベイカー邸のサンプルと比較したんですが、 E 型にあったゲノム編集の痕跡がない。こっちが原種です。あったぞ、これが菌根か。こちらアルファ、金庫を発見した。これで全て終わりにできるな。ああ、ようやくな。N2 爆弾を設置。この村ごと軽く吹き飛ばせる。すぐに離脱して起爆を。ミランダがまだだ。今度こそケリをつける。このまま進む。了解、待機する。隊長、採取場にミランダを確認した。監視を続けろ。俺が指示するまで手は出すな。今さら言ったところで遅いが、E さんには全て話すべきだったな。時間がなかった。移送中にミランダが蘇生するとは。だとしても話すべきだったと思うぜ。そうだな。手を挙げろ。アンバーアイズ、ミランダは今どこにいる？まだ採取場だ。何かの準備をしてる模様。驚いた。本物なんだな。無事でよかった、ミア。どうしてここに？突然捕まって、いろいろと検査された。ミアと言ったか。ミア・ウィンターズ。ああ、本人だ。そっちの状況は？さながら戦争だが、なんとかなりそうだ。任務を優先しろ。俺はこれから採取場へと向かう。待って、ここに置いていくつもり？約束したはずでしょ、私たちのことを守るって。全てあなたの言う通りにした。こっちに引っ越したのだって、家族と一緒ならそれでいいと思ったから。ねえ答えて、夫は今どこにいるの？私の娘はどこ？イーサンはもういない。救えなかった。だがローズは生きてる。
来い。ここももう危険だ。いないってどういうこと？死んだ。残念だが今は逃げるんだ。この村を爆破しないと。ダメ。違う。隠し通しておきたかったけど。あなたは彼が特別だってことを知らないの。どうなってるんだ。誰かいるのか。寒い。どうしてこんなとこに。くそ、怖いそうだ。体が助けに。違うよ。ミランダのせいじゃない。お前はずっと前から死んでる。何言っているんだ。俺はまだ。ほらね、ミランダに殺されたんじゃない。一度もおかしいと思わなかったの？今まであんなに傷ついてきたっていうのに。思い出して。3年前のあの日、ベイカー邸でお前はジャックに殺された。お前はとっくに死んでたんだ。そんなバカな。ありえない。だから動けるはずがないんだよ。いい加減なこと言うな。動けるはずがない。わかる。ふざけるな。じゃあ今までの俺は。俺は自分で。ローズ、ミア、俺は。分かったでしょ。お前の体は全部カビでできてるんだよ。お前はもう二度と家族には会えないよ。家族、俺の家族。ダメだ。ローズを助けないと。娘よ。お前はもう死んでる。死んでるんだ。
ローズは必ず助ける。ようやくお目覚めですかな。ここはどこだ。私の馬車です。ひどくうなされてましたね。デューク、ハイゼンベルク卿とは激しい戦いでしたな。ましてやミランダまで現れるとは。どれくらい寝てたんだ。もうすぐ夜明けです。デューク、頼みがある。ミランダのところへ。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。間もなく着きますよ。ありがとう。しかしよろしいのですか。そのお体はまるで朽ちかけているようだ。ああ、分かってる。愚問でしたかな。これも愚問だろうが、お前は何者なんだ。私自身も存じかねます。着きました。助かったよ。ウィンターズ様、あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は。私の愛しい娘、さあ出ておいで。お前なのかい。ああ、どれほど会いたかったか。なんだ。私の力が奪われていく。ローズ。ミランダ。興味深い。やはり普通の人間ではないか。さっさとローズを返せ。早く。小賢しい。今度こそ息の根を止めて。今だ、ローズを。離せ。こんな君は生涯を費やしてきたのだ。なのにそれを奪おうというのか。この子は誰にも渡さん。我が大願がなされる時が来たぞ。やめろ。ローズはこの私のもの。どうなってる。細胞の一辺に至るまで潰すな。ローズ、大丈夫だ。ローズもう大丈夫。イーサン、イーサン、おい、イーサン、おい、イーサン、起きろ。
イーサン、やったな、奴は終わった。それは俺も同じらしい。イーサン、逃げるんだ。足を止めるな。奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。これを見ろ。今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ。ミアが待ってるぞ。ミアはちゃんと生きてる。生きてるんだ。ミア、許してくれ。愛してる。ローサ頼む。おい、立て。おい。自分で伝えろ。ほら、あともう少しだ。守ってやってくれ。強くなれるよ。畜生。来て、ルースマリー。イーサン、出せ。離陸だ、急げ。待って、イーサンはどこ。急げ、すぐに離脱しろ。ダメ、夫がまだよ。置いてはいけないわ。ミア、座ってベルトを。イーサンがどこにいるのか教えてちょうだい。私たちを見捨てるはずない。ねえ、どうなってるのか教えて。どこに。今のは何。座ってろと言っただろ。いやよ、イーサンは。クリス、あなた何をしたの。彼は死んだ。救えなかった。俺たちを逃がすために残ったんだ。すまない。隊長、これを見てくれ。BSAA がよこしたのは兵士じゃない、 BOW だ。奴ら何考えてる。隊長、指示を。チーム全員を集めろ。 BSAA 欧州本部へ向かう。付けを払わせてやる。Thank you.
欲深い子だ。受けた恩も返さずに。魔女がそう言うと少女は鏡に閉じ込められてしまいました。そこへやっと少女の両親が助けにやってきます。父親は魔女に立ち向かい、母親は愛の力で鏡の呪いを解きました。父親は戦い叫びます。娘を頼む。母親は少女を連れ燃える森から逃げ出しました。焼け残った森は人々に父親の犠牲を思い起こさせ、今でもなおその荒れ果てた土地をじっと見つめた子供はベリーを摘みに行き迷子になる悪夢を見るといいます。男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら？なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。姉さんね、お父様はシャチとは違うんじゃないかしら。でもわかんないよ。父さん、誕生日おめでとう。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって。わかるよね。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。ああ、見つけた。例の場所だ。こんな日に限って。君の出番だ。頼むぞ、エブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろう、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ。問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。